ルフトハンザドイツ航空2904便事故は、1993年9月14日に、ポーランドのオケンチェ国際空港で発生した事故である。フランクフルト国際空港発、オケンチェ国際空港行きだった、ルフトハンザドイツ航空2904便が、オケンチェ空港への着陸時に滑走路をオーバーアランした。乗員乗客70人中2人が死亡した。 同景機のエアバス A320 から211-2904便の着陸を再現した GIF 画像、オケンチェ空港の滑走路11への着陸侵入中、パイロットはウィンドシアについて知らされた。着陸に際して、パイロットは、大風に対抗するため機体を右に傾け、通常よりも20ノット速い速度で着陸した。これは手順に従った適切な対処だった。 しかし、着陸時には横風は追い風に変化しており、パイロットはこれを知らなかった。2904便は滑走道端から770メートル地点に着陸した。この時、右主客のみ設置しており、左主客は1525メートル地点でようやく設置した。滑走道端付近でパイロットは障害物を避けるため、機体を右へ向けた。 機体の速度が十分に落ちず、2904便は72ノットの速度で滑走路をオーバーランし、堤防に衝突した。衝撃により、左翼から出火し、客室に炎焼した。事故時の機体の状態と滑走路を表した図。赤は、車輪が設置していない状態、緑は設置した状態、青は浮いたり設置したりしている状態を表す。なお、 黄色と黒の線は滑走路の中間運転である。A320 はパイロットの意図的、または過失的な逆噴射装置の誤作動を防ぐために主脚に6.3トン以上の重量が加わった際にの未逆噴射機構が作動するようになっている。言い換えれば、主脚にかかる重量が6.3トンに達してない場合はいくらリバーサのレバーを引いても作動しないという仕組みである。 しかし、事故機は、緩やかな設置を行ったため、主脚にかかる重量が6.3トンに達していなかった。そうとは知らず、パイロットは、スラストリバーサのレバーを引いたが、しばらくは、スラストリバーサは、実際機能していなかった。やっと機能し始めたのは、滑走路末端まで、あと数百メートル数えるところであった。スポイラーも逆噴射装置と、同じく、 主脚にかかる重量が6.3トン以上ないと作動しないようになっているため、スポイラーも作動しなかった。加えてスポイラーは、車輪の回転数が83マイルパーアワー以上で作動する。機体の左出脚が設置せず、わずかに右に傾いた状態で着陸したため、一番重要なブレーキシステムが作動しなかった。こうして、本来の設置地点を大きく超え、 ブレーキの効き目が十分でなかった、旅客機はオーバーランした。また、ウィンドシアの発生に加え雨も降っていた。しかし、管制塔の気候状態を示すモニターは、雨の表示ではなかった。滑走路の天候を調べる装置が旧式で、最新の情報を入手できず、それをパイロットたちに知らせることもできなかった。よって、ブレーキシステムが正常に作動しなかったこと。 雨で路面が滑りやすかったこと、それを伝えることができなかったことがオーバーランにつながったと結論付けられた。ありがとうございます。